砂漠の中から忽然と姿を現す超高層都市ドバイ。いきなり来ましたね。絶景ですね。ここはまたシティオブゴールドの異名を持つ黄金の都だった。値段は下げること可能なんでしょうか？ More discount。 今世界がドバイの金に注目している。知られざる黄金の都ドバイから金市場を展望する。この番組は田中貴金属の提供でお送りします。ヨーロッパの債務危機以来、世界経済の行方は依然として不透明なままですが、その世界経済を占う上で今大きな指針の一つとなりつつあるのが金の存在です。今回番組ではこれからの金価格、経済の動向を検証するために知られざる黄金の都、中東ドバイへ飛びました。では早速番組コメンテーターご紹介していきましょう。マーケットアナリスト豊島逸夫事務所代表の豊島逸夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて豊島さん、この番組前回の放送7月だったわけですが、この間にも世界経済というのは動きましたよね。なんといってもやはり米大統領選挙、はい、オバマ再選、あれである程度市場のその動向が決まりましたね。もしあれがロムニーだと QE 量的緩和がまあ中止される可能性もあったわけですね。でそれがオバマによって QE が継続ということが明らかになりましたから、これが市場の金価格の方向性を大きく決めたというふうに考えます。はい、そんな中ですね、今回私たちは取材でドバイを訪れたわけですが、ドバイと言いますと中東最大の金融センターとして知られています。実はこちらシティオブゴールドと呼ばれているほど金の国でもあるんですよね。あの国際的な収価値といいますかね。はい、ではですね、その黄金の都、知られざる素顔についてこちらの VTR を早速ご覧ください。砂漠の超高層都市ドバイはアラビア半島の東、ペルシャ湾岸に位置する UAE アラブ首長国連邦の構成国の一つだ。その黄金の都ドバイへは今年で日本就航10周年を迎えたエミレーツ航空の直行便が成田関空から毎日就航。特に成田ドバイ路線には今年7月1日より今話題のエアバス A380 が運航している。携帯電話や Wi-Fi が他のエアラインに先駆け利用可能になっており、ビジネスクラスにはマッサージ機能付きのフラットベッドシートが採用されるなど快適性を追求。さらに2階ビジネスクラスの後方にはラウンジも設置され、およそ11時間のフライトもリラックスして過ごすことができる。そしてドバイに着いた2人がまず向かったのは高さ828メートル、世界一の超高層ビル、ブルジュハーリファ。いきなり来ましたね。絶景ですね。これ砂漠にいきなりビルが建ったといった感じですよね。こちらドバイと言いますと2009年にドバイショックがあったじゃないですか。 ありましたね。リーマンショックから2ヶ月後ですよね。ドバイ政府は絶対に補償するって言ってたものが、これがデフォルトに近くなったわけですよ。あのショックは大きかったですね。世界を震撼させたドバイショックから3年、中断を余儀なくされた開発プロジェクトがところどころに残るものの、不動産ブームは沈静化。今は中東のハブとして物流センターの機能を充実させている。例えばエミレーツの貨物部門であるエミレーツスカイカーゴは現在ドバイから関空へ貨物専用便を週1便運行。日本とドバイを経由し中東、アフリカ、ヨーロッパ、南米、北米諸国やインド、パキスタンとの貿易の一役を担っている。さらにリゾートやショッピングに訪れる外国人が増え続け、世界有数の観光都市に成長している。そのドバイで11月21日から4日間国内外から200社を超える宝飾業者を集めてジュエリーの展示会が開かれた。年に一度ですね、ドバイで開かれます中東最大規模の宝飾展ということで、ご覧のようにかなりのブースが集まっているんですね。民族衣装の女性が圧倒的に多いと、はい、こちらにはブレスレットなども並んでいますね。あ、奥でなんか商談されてる方もいるので、これ一つ買ってもかなりの金額ですもんね。かなり金使ってますよこれ。はい、あ、これちょっとくすんだ感じのゴールドっていうのが人気なんですね。いわゆる嵐って言うんですけど、はい、最近少し光沢を消したようなのも
でもこれ最近の傾向ですよ。もっとやっぱりアラブってズバリ金っていうのが多かったですから。あの出展された目的というのはどういったところにあるんですか？ More than important to selling to volume、the connection to customers after the exhibition they continue to buy to come to order that's important for, that, for us there's no back chain in it but you can just have a look you can feel the jewelryAnd this is just 22 grams. Look big, but the weight is less. Company's objective is to bring Chris brand in GCC countries. どちらの国からの出展になるんですか? From Italy. And the first time in the Middle East, UAE. As in this case, only one piece in the world. Oh, すごい重みがありますね。こちら中東で初めての出展ということですが、sì, sicuramente sì, un mercato emergente offre tante tante possibilità di mercato a livello tutto Medio Oriente, sicuramente sì. どちらからいらっしゃったんですか? Where did you come from? We are from Kazakhstan. 今日は何か買われたんですか? The same design of ring. カザフスタンでもゴールドは人気なんですか? Yeah, of course. Too much. People like gold.どちらからいらっしゃったんですか? We live here in Dubai. We're from Pakistan. I'm a resident living here in Dubai.何か今日は買われたんですか? Yeah, we bought something. We bought a ring. 奥様とかゴールド好きなんですか? She likes the gold more than diamond. あー、指輪も素敵ですね、これ。Yeah, this is the gold with the diamond. Just ladies like gold. It's very simple. Because it's unique. 来たー、これ。続いて2人が向かうのは、ドバイがシティオブゴールド。黄金の都と呼ばれるゆえんとなったゴールドスーク。スークとはアラビア語で市場のこと。ドバイでは600を超える宝飾業者の大半がこの地域に出店。金を買いに来る客でにぎわいを見せている。こちらがですねドバイのゴールドスークなんですが、かなりきらびやかな感じがしますよね。これね、あのロンドンやニューヨークの金市場でスークのムードっていう言葉がありましたね。スークのムード雰囲気、はい、というのはこのスークでどれだけ金のジュエリーが売れてるか、特に金が安くなると売れるか、でその金の価格を下値を形成するかというのでアナリストが常にウォッチしてるんです。ベースになるところなんですね、はい、うわー、かなりゴージャスな感じですね。金ばっかりです。あの眩しいぐらいピカピカしていますよね。売れ行きというのはどうですか? Very good. Right now there are more tourists, so it is well and good. 22 carat is the most selling inside the shop. 中東の結婚式で身につけるという首飾りを見せてもらうことに。これかなりちょっと重みがあるんですが、実際にこれおいくらぐらいするんでしょうか? 66,960 dirham. これもし私買うとしたら、値段は下げること可能なんでしょうか。あ、負けてくれるということなんです。先ほどの値段よりこちら下がりました。これ最大限の値引きですか、もう少し安くなったりしますか。 More discount I can round it up to 59,000 the best。 さらにこの値段になりました。これはもう限界ですか。 Very very best price。 どうして安くできるんですか。 The price is not on theGold. It is on the workmanship. What we give the discount. 別の店でも値切ることができるのか。こちらの店では実際につけてみたんですが、これでおいくらぐらいですか。12,000 dirhams. これ値段は下がったりしますか。More discount, yeah. No problem with it. No problem. We'll make it a round figure. 10,000. こちらの値段に下がりました。もっと下がったりしますか。That is final price, but that is very good. これが最終的な値段ということなんですね。リビアリビア。何今日買われたんですか。ネックレス。イヤリング。コンプリート。イタリー。ブレスレットと指輪と全部ゴールドですか。ラスティアン、here in Dubai。アフリカ。アフリカ。どういったものを探してるんですか、ゴールドの。18カラット、ヘアリング、チェーン、ペンダント。このゴールドスークの雰囲気はどうですか。It's really nice. It's a good experience. やはりインド人は皆さんゴールド好きなんですか。 A lot. This is like the traditional, when we both got married. Oh, so I put a chain for her, so that's the symbol of marriage. My wedding. I come from India.
これお子さんピアスをつけてるのゴールドですか？いやいや、because it's one of the ornaments, or you can say it's a part of our life now. Because her mother will pass it on to her, she will pass, because she has received from her mother. It's going on and on. なぜ金はこんなにも人気なのか。業界団体のトップに話を聞いた。中東の人たちが金を買う目的はどういったところにあるんでしょうか。The Middle Eastern people, you see, it's the laws of this country and the laws which are prevalent in terms of religion also. The woman's asset is the jewelry which she holds. So, as has been prevalent for over the ages.Every woman on her wedding day would be wearing jewelry to the tune of maybe half a kilo to 1 kilo, depending on the family wealth. And this jewelry is her own. So they always try to have the most investment in jewelry as a woman. So that is the Middle Eastern trend. But having said that, that is changing very rapidly also. The investment demand is increasing over the last few years.And every banker is suggesting that you must have at least 30% of your portfolio in gold. So, people are buying gold with the view of investment. とにかく世界中からさまざまな国の人が集まって、その金の市場に関してもまさに国際都市といった感じでしたよね。カザフスタンがいましたからね。そうなんですね。金好きの人が集まっている感じがしましたよね。そして驚いたのが宝飾品の価格なんですが、値切れるかなと思って交渉してみたら結構簡単に値切れたんですよね。やってましたね。でもね、あれやっぱり一つ金の価格そのものは値切れないんですよね。はいはい、ただ金をああいう製造したその製造コストというマークアップの部分は値切れるということなんですね。加工賃ということですね。そういうことですね。値切りの文化もある感じもしましたね。はい、そう思いました。はい、このように中東ではこの金の現物取引というのが盛んなんですが、なぜこういった感じなんでしょうか。これ重要なんですけどね、一言で言って金利がつかないから買われるんですよ。金利がつかない。これ欧米の感覚と違いますよね。欧米は金利がつかないではあまり買いたくない、はい、でもイスラムは金利をこれはね不労所得として禁止してるんですよ。で例えば配当金ならよろしいという、はい、そういう考え方なんです。そうすると金は金利がつかないということが実はメリットになってるんですね。もう一つはですね、やはり伝統的な憲兵勘定、アメリカが嫌いだ、はい、なんせね債権で憲兵債なんていうね、債権があるぐらいですからね。ですからそういう中でドルを使うということはやはりアメリカの経済のアンブレラの中に入ってしまうと。なるほど。そうしますとね、ナショナリズムの匂いのしない、ね、通貨ということで金というものが先行される、こういう特殊な事情もあります。無国籍通貨ということがいいわけですね。はい、はい、ちなみに女性に認められる唯一のアセットということもありますけどね、はい、これは独特の文化ですよね。はい、そうしたですね、現物取引だけではなくドバイはですね、世界の金価格にも影響を持ちつつあるんです。 CM を挟みまして引き続き VTR をご覧いただきます。この広い海の向こうで新しい朝が生まれる。素晴らしい出会いを重ねて。ゴールドは田中貴金属。ドバイは中東の金融センターとして様々な分野でその存在感を増してきている。こちらは2007年に開設された原油の先物を扱う取引所。そして金の取引もここドバイマルチコモディティセンターの主導で設立されたドバイ金商品取引所で始まった。ドバイは金市場でどのような役割を担おうとしているのか。We are very open to the business that comes in and out. We were seen as the hub for the GCC, but more than that. That's how it started, as a window for the rest of the GCC. But now it's playing more of an international role, and it is cementing itself as
linkage to the new Silk Route coming from Africa all the way to Asia and Far East Asia. You know, I need to quote His Highness, which we adapt a lot in DMCC, in the race to excellence, there's no finish line. So we're always bringing, we don't sit on our achievements, we keep moving forward. その進化の象徴がこの金貨だ。This is the first ever UAE gold bullion coin. It was a challenge for us to come up with a coin that says UAE, but now we have raised that to a federal coin, or a UAE gold bullion coin, and we're leaving it to the central bank whether they, when and how they want to make it as a legal tender. That's the spirit of Dubai, and you know, we push very hard to fill in all the gaps. またここでは公正な取引を行うために金の品質に関しても基準作りが進められた。Today, roughly about 18.5% of the world's physical gold, the kilobar market, is passing to Dubai. And that makes it one of the largest gold trade centers in the world. In terms of services that we've created and regulation, some of the things that I'd mention here are, we developed in 2005 the Dubai Good Delivery Standard. Now, the Dubai Good Delivery Standard today is the definitive standard for purity and quality for 1 kilo bars of 995% purity. And today, about 20 refineries in 14 countries are accredited by the standard. 日本でもこの品質の審査にクリアし、認定を受けた業者がある。やはり中東市場というのは金の取引において非常に長い歴史を持っております。その市場に弊社の田中貴金属の金地金を登録するということは、日本市場で皆様に認めていただいております安心と信頼、こちらを国際的に国際的な市場の中に広めていける、そういった非常にいい機会だと思っております。そして豊島さんが最後に取材したのが、金のマーケットで35年の経験を持つベテランのトレーダー。ロンドンで20年間金市場に身を置いた後、15年前にドバイに拠点を移した。ドバイの金市場を一から見てきた人物だ。In 2011, the total trade in Dubai was something around about, I would say, $56-57 billion. It's amazing. So really, this is perhaps the largest gold distribution center in the world. The major trading partner for Dubai is India. And it is no doubt it's cheaper to buy Indian-made jewelry in Dubai than it is in India. Because of its competitive? Yes, it's competitive. In there's no tax. No tax. There's no tax. There's no value-added tax. That's a huge difference. What's the latest picture about Indian gold consumption? Statistically wise, it's dropped compared on a year-to-year basis, something like 25-30%. At least. Our business here is about supplying gold into India. All you can see so is you fire. You can't hear the phones ringing. It's very price. India is very price sensitive. But when you look at India, it's not just about the dollar price of gold. It's about the value of the Indian rupee. So you know, a weak rupee will make it very expensive locally. A strong rupee will have a big impact. I would say the driver of demand in India is minimum 50% the value of the rupee. Really minimum 50%. And I think it's probably a given that China will become number one consumer in 2012. I think there's no doubt about that. And one final question is the impact of the slowing down of the Indian economy in general on gold consumption. I mean, we did discuss that gold is price sensitive, and particularly in terms of rupee. That's the price effect. Yeah. But how about the income effect? Well, of course, you know, if you don't have money in your pocket, you can't spend it. So I think that applies equally to India as any other part of the world. But when it comes to the purchases of gold in India, it's not really driven by the price. It's not really driven by how much money you've got. It's driven by culture. You know, when you get married, you have to buy gold. You know, when there's a celebration, you have to buy gold.
And so while the slowdown in the Indian economy, or the apparent slowdown, I mean, we're talking, what, going from 8% to 6%. Well, I think most countries in the West would love 6%. So definitely the slowdown, it may have an impact. But the real driver of gold is the culture in India, and that will never go away. 豊島さん、やはりドバイに関してはインドとの関わりというのがかなり深い感じしましたよね。まあ、あのインドの流通が非常に非効率的なので、ドバイ経由のが安いということがあるんですね、はい、であのトレーディングルームあのガラガラでしたね。閑散とした感じだったんですよね。閑散とちょうど1730ドルの時でしたね。ところがね、後で、まあ、その後価格は1700割れて1670近くまで行くんですよね。その時にメールで聞いたらね、非常に活況だと。なるほど。ですから非常にあのプライスセンシティブというか、1700以上は買うけど、買わないけど、でも1700以下は買うという、こういうはっきりした傾向がありますね。なるほど。そしてそのドバイを含めてですね、来年の金価格気になるところですよね。そして世界経済の展望も含めてお話をお願いできますか。まずね、この過去の金価格の推移を見てみたいんですけども、ちょっとこれ見てください、はい、まあ、あのリーマンショックの後、まあ、誰が見ても異常な上げですよね。そうですね。これ長いスパンで見るとよくわかりますよね、これがまたさらに続くはずもないですよね。ですからね、今の、まあ、対記憶感を見ますとね、去年はあの1923ドルという史上最高値をつけた年なんですが、まあ、今年は約1年をかけてそれを調整した、はい、値固めをした年と、で来年はまあそれをもとにですね、また再び史上最高値を狙う年と、2013年、はい、ただし2014年は下げに転じる。なぜか、まあ、ここでね、次のグラフを見ていただきたいんですよ。このマネタリーベースなんですけどね、これはあのアメリカの FRB が商業銀行に供給したドルの量ですけれども、まあ、明らかに80年代からトレンドを見ますと、リーマンショックの後、まあ、これはあの QE1 そして QE2 と激増してます。そしてさらにこれから QE3 があると。で、まあ、この激増をしている間はやはりね、金の生産量は一方で増えてません。 10% しか増えていないので、ドルの供給量だけ増えれば、まあ、ある意味で金の価格が上がるというよりは、これはドルの価値が薄まる、希薄化するという状況は続くと思うんですね。ただこの下がるという意味は、これがいつかはこれ下がるわけで、つまりばらまいたドルを回収する、まあ、こういう時期、これがまあ今2015年と言ってるわけですが、2014年ぐらいになるとね、まあ、そろそろマーケットもそわそわし始めるかなというふうには思います。そのタイミングを見計らっていく必要があるわけですよね、はい、そして気になるのが金というのは実際どのぐらいあるものなんでしょうか、はい、これは腐食しませんから、もう一つのグラフを見ていただきたいんですが、ツタンカーメンの時代から、まあ 採掘されたものが17万トン、はい、よく俗に50メートルスイミングプール 3.5 杯分と言われますが、強調したいのは、ね、ここで誰が持っているかで、宝飾品、そして公的保有、中央銀行、そして民間の投資家、まあ、大きくこの3つに分かれるんですが、株式市場風に言うと安定株主が宝飾品と公的保有なんですけどね、不動株主がここにいるんですよ、はい、上がったら売っちゃおうというね。でこれが3万3000トンあると。ですからこれから仮に価格が2000ドルとかですね、まあ、史上最高値更新すると、ここからかなり加速度的に出てくると思います、リサイクルがね。でその価格の上昇にブレーキをかけるということは強調しておきたいというふうに思いますね。でその上値と下値を見るので非常に大切なことがですね、まあ、ここが、まあ、ある意味で上値を形成するんですが、はい、次に下値を形成するのがここの表でですね、つまりインドや中国、今インドも中国も経済減速ですが、ただこの1年間ですね、減速といえども中国はほとんど変わっていない。ただインドはやはり先ほどのドバイの絵にもありましたようにかなり減ってる、はい、でトータルしますとね、まあ、何のかの言ってやっぱり1500トンという量をインドと中国で買い占めてる。でやはりこれがある限りはですね、金の下値というものはインド中国を中心とした新興国ががっちり支えると、まあ、いう構図が出てるんじゃないでしょうかね。
はい、まあ、下値ではやはり買う動きというのがありますからね、はいはいはい、2013年どうでしょう、2000ドル台つけると見てもいいんでしょうか。あの瞬間タッチで2000ドルはあると思います。ただあくまでも瞬間タッチですね。で一方で下値が1500ドルですから、1500から2000、このレンジで推移するというふうに私は見ます。2013年も金の動きから目が離せませんね、はい、ここまではマーケットアナリストの豊島逸夫さんにお話を伺っていきました。この辺で失礼いたします。はい、田中の GP プランナーなら純金プラチナがネットで手軽に積み立てできます。田中の GP プランナーは月々1000円から1000円単位で積み立ていただけます。だからご自身の予算に合わせて無理なく手軽に始められます。さらに価格の安い日には積み立てとは別に純金やプラチナを買い増すこともできます。積み立ての確実性とスポット購入の積極性、2つの長所を組み合わせられるのも GP プランナーの魅力です。はい、お取引は朝9時半から深夜24時まで。取引時間が長いので日中忙しい方にも便利です。いいえ、田中の GP プランナーの取引手数料は店頭に比べてぐっとお得です。しかも年会費、保管料は0円です。田中の GP プランナーでは、積立額を日割りして毎日少しずつ純金やプラチナを購入する仕組み、ドルコスト平均法を採用しています。価格が高い時には少なく、安い時には多く買うことでリスクを分散し、結果として効率の良い投資をすることができます。はい、積み立てていただいた純金やプラチナは売却して現金に、現物でのお引き出し、ジュエリーや金工芸品との交換のいずれかをお選びいただけます。田中の GP プランナー、詳しくは 0120-560-790 GP プランナーお客様係、または GP プランナーのホームページまで。この番組は田中貴金属の提供でお送りしました。